今はこうやって意図的に大きく揺らしてもらってますけど、はい、普通走ってる分にはそんなに大きくバランスが崩れる前に制御が入るってことですよね。そうですね、制御が入って支えてくれますので、というかこんなに大きく動くってことは通常走行ではほぼありえないと思います。はい、より安心して二輪車を楽しめる技術というところで求めてまいりました。少し技術的なお話をいたします。基本バランス取るっていうのは何でも一緒で、例えば足でこう接地点を移動してバランスを取るのと体重をこう移動してバランスを取る、この組み合わせです。で、2017年のバージョンはその車輪を前に出して少し位置関係、車体とステアの位置関係を変えることで接地点のステアで移動するものと車体で引き上げるっていうモーメントを加算することで停止時にも立てるようにしました。ただこれはステアをものすごく制御しますので、どうしてもハンドルに干渉があって行きたいところに行けないという違和感が少し残ってました。で、今回それを改良したものがこちらです。前輪の方だけではなくて後輪のところに車体と後輪をこう溶動する機構、これを入れまして、で車体の重心位置を自由に動かすことをできるようにしました。でそれによって操舵と車体重心が別々に動かせますので、前輪操舵はより自由にできますし、車体ロールも自由にできる、そういうところがあって、そういうバランス安定を取りつつ操縦自由度を拡大するということができるようになりました。でもう一つ制御の関係なんですけど、今までは車体の傾斜に合わせて倒れないようにフィードバックループを組むっていう、そういう制御をしてましたが、もう一つライダーがどれくらい重心をずらしたかっていう推定をするっていうのを入れました。でその影響をきちんと考慮した上でここの制御量を変更する、そういうところから、まあ、ライダーとマシンの一体センシングと車体用の制御により自然な操縦が可能になりました。あとバランスについて馴染む、ステアに対しても馴染む、そういうものです。で今日見ていただくのは、まあ、空車自立も見ていただきます。停止時に止まってるっていうのも見ていただきます。でふらつかない2キロぐらいの走行で安定した沿線回、これもご覧いただきます。で最後これがなかなかできなかったですね、切り返しながらゆっくり2キロぐらいで走る、こういうことも見ていただきます。横から押しても通れない、意図的に大きく揺らしてもらってますけど、はい、普通走ってる分にはそんなに大きくバランスが崩れる前に制御が入るってことですよね。そうですね、制御が入って支えてくれますので、というかこんなに大きく動くってことは通常走行ではほぼありえないと思います。なんかギアは動いてるなみたいな感覚で
ほとんどわからないので。2キロぐらいの沿線から見るっていうところがあって、ちょっと切り替えをしながら遠くからって、このように降りてもいいですね。